こんにちは。東京都渋谷区より世界をしています橋本鹿橋本です。今日は基本的なことですが、皆さんが思われている、虫歯イコール痛いということが違うということをご説明してみたいと思います。こちらに写真とレントゲンがあります。こちらは正面左の上の犬歯、そして2番目、ここはもう歯がなくなってしまっています。そしてご覧のように虫歯があります。これの裏側はこちらになります。ここの部分が黒く変色しています。そして表面のエナメル質がありますが、判定させてミラーで見るとこのような大きな虫歯になっています。これは小さな虫歯になっています。こちらが左側、右側になりますが、こちら側もこの歯茎との間、境目も虫歯になっています。虫歯はこのようにありますが、痛みがないということです。患者さんにお聞きしますと全く痛みがないんですということです。つまり、虫歯は酵素式の脱解、皆さんが、知っているように酸で溶けたわけですね、歯がですね。それを虫歯と定義したわけです。ですから酵素式の疾患ですから痛みがないわけです。ではなぜ虫歯が痛いかということは、虫歯が進んで、この先、このレントゲンになりますが、ここに虫歯があります。そしてここに黒い線がありますが、ここが空洞になっているから黒くなっているわけで、その中に歯髄という組織があります。でそこの歯髄がですね、炎症を起こして痛みが起こるということになります。ですから虫歯イコール痛いではなく、歯髄炎になった時に痛いわけです。ですからこの時に歯髄炎になっているかどうかを患者さんにお聞きし、痛いかどうかを診断するわけです。理解できたでしょうか。虫歯イコール痛いわけではないわけです。しかしこの状態でも患者さんが、この歯が痛いんです、ズキズキしてきたんですというと、それはもう歯髄炎に移行しているわけです。ですからこの病態を見た時に症状を見て、お聞きし、それでどのようなことを行うかということを診断、そしてカウンセリングするのが橋本歯科のカウンセリングになります。虫歯をこのように数年放置していたわけですから、このように見ると虫歯の下にこの黒い、先ほど言った歯髄腔というのがありますけども、虫歯との距離がこのように距離を保っているわけです。ここには白く映っているということは、造形質が添加されたということになります。こちら側の歯はこちらの距離ですが、こちらはここのところまで下がっているというか、ここには第3造形質、3番目の造形質ができたということになります。皆さんは虫歯は取らないと進行するという常識がありますが、果たしてそうでしょうかということです。教科書通りにやれば当然、この虫歯は取る、取らなければ進行する、取らなければ痛みが出るということですから、これを削っていきます。そして当然削りますから痛みが出ります。それは生きている組織を削るから、生きている造形質を削るから痛いわけでして、虫歯になっているところは痛みがないわけです。エナメル質も痛みがありません。そして麻酔をして削ると、当然この歯髄腔に近くなり、穴を開けてしまう可能性があるわけです。黒いところを全部取り、赤い色素で染めて取れば取りすぎということもあるでしょう。そして神経を取るという処置になって、その後いろいろな問題が起こってくるわけです。そのこともしっかり橋本歯科ではカウンセリングしますので、これを、あなたがどこまで取りたいか、そして取ることによってどのようなリスクがあるか、そして神経を取れば痛みは収まるかもしれません。しかし現実今痛くないわけですから、そのリスクもお話しします。そして神経を取った後に根管治療はどのようなことをするかも、後で動画でお話ししてみたいと思います。完璧なことはできないわけです。そして詰めるものはレジになりますが、その部分のどこまでしっかり詰められるかということもあります。ですから歯科治療というのは人工物を埋めることで皆さんがお金を支払うということが前提になってしまうので、それをよく皆さんも考えていただければと思います。虫歯を取ることは必要かもしれません。そのためにはリスクもあるということでして、それも皆さんよく承知した上で自分の歯を
しっかりと見てくれる、しっかりと利点欠点を説明してくれるというところが治療のまず第一歩です。歯をいじくり回すのが治療ではなくて、やはりどのような考えで患者さんと私が一致するかということも初診の時にコンサルティングをしますし、説明もします。治療の誘導はしませんので、このまま様子見たい方っていうのもいます。つまり治療の費用はかかりますし、リスクもあります。そしたら今痛くないのでそのまま様子見たいというのも一つの治療かもしれません。そのような考えで私は治療を行っています。私ができることは完璧なことに近づけること、しかしあくまでも治すのは私ではなく患者さんの生態、つまり歯髄の組織であったり、そのようなことで自然治癒力と一般に言われていますが、それで体が治すということです。どうなるかは明日にならないとわからない、1年後にならないとわからない。今現状がこうなわけです。でこの現状に対してどう対処するかということをカウンセリングいたします。今新型コロナウイルスの時期になっていますので、なるべく対面診療は控えた方がいいと思いますので、橋本歯科では今オンライン診療を始めてますので、それによってある程度説明も十分可能なわけですから、ご希望の方は電話にてお問い合わせいただければと思います。